よう、ブラザー、良い知らせと悪い知らせがある。どっちから聞きたい？オーケー、まずはいい知らせだ。選択肢伝の会。鬼族の姫、主家の力があれば世界から空なきウイルスを消すことができる。すご。主家の生まれ変わりである少女はその力の覚醒を急いでいた。鬼姫の力を復活させるために必要なのは5つの妖精剣。これが全部嘘やったってことやろ。多くの困難を乗り越え、ついにその全てを手に入れた妖怪探偵団は集めた妖精剣を天に掲げ、あ、これ今伝承を言えるんじゃなくて普通にこれまでのあらすじを言える感じ。だがこの儀式は空泣きの恐るべき罠であった。怖。空泣きは自らの封印を解くために鬼姫復活という真っ赤な嘘の伝承を広めた。鬼姫復活ではなく空泣き復活の条件やったってことや。そうしてまんまと力を取り戻した空泣きは瞬く間に巨大な姿となってよみがえる。立ち向かってきたエンマ様に邪悪な妖術を打ち放った。ぬらりひょんかな。それは時を超え、あらゆる時代からエンマという妖怪の存在を消し去ってしまうという次元を超越する圧倒的パワーの妖術であることになったってこと。え、怖っ。お、新しい章。第9章、永遠の友達。 Forever Friends。 なんかめっちゃ最終章っぽい感じを匂わせてきとるけど、まだよね。あ、ほら、ぬらりひょん。なになになに、消えかけとる？やはりエンマ様の気配はどの時代からも消え失せている。あらゆる妖怪に頂点に立つあのエンマ様がこうも簡単にやられてしまうとは。それはみんなの記憶からもおらんくなったわけではないの。まずい事態になったな。赤き光は集いし愚者と共に帝とイザナの王を束ね、絆の光は強くきらめく。あの予言に書かれた帝の王とはエンマの一族の古き呼び名だ。おらんくなったよ、どうするん。だが帝族の生き残りであるエンマが消えた今、私たちに空泣きの怨念を止める手段はない。そんな、空泣きが倒せないなんて。うわー、もうほらめっちゃうなだれてしまっとんやけど。主天童子、貴様、貴様が鬼姫の力など求めさえしなければ。責めないであげて、今なんか辛そうだから。バカな。俺はただ姫の力を、全てを取り戻すつもりで。ああ、空泣きを倒すにはエンマの力が必要だ。ならば我らにすべきことは決まっている。エンマを消した空泣きの術の謎を解き明かし、再びエンマをこの世界に復活させるのだ。できるん、そんなことが。エンマ様の存在を消してしまうほどの暗黒妖術の正体か。難しそう。ん？あれ、そういえば、存在が消えるってやつ、俺たち前に見たことあるよね。ん？どれ？ほら、夏目さんとケイスキが俺のせいで消えかけちゃった時。あ、過去をやり直すというか、やり直すじゃないの。まあ、なんか存在を繋ぎ止めたみたいな。なんだと？その話、詳しく聞かせてみよう。うん、聞かせてみせよ。あのね。多分、ふみちゃんとの関係が希薄になった気がするよね。なるほど。未来の世界に留まり続けたことで、娘たちの存在が消えかけたというのか。うん！でも俺がふみちゃんに会ったら、夏目さんもケイスケも元に戻れたんだ。なんで戻れたのかはよくわかんないんだけど。うん！ボボさんは俺たちが絆を繋ぐものだって言ってたよ。そうか。夏目が生まれるはずの世界では、お前たち二人の絆が続いていたのだろう。変わろうとしていた過去を元に戻すことで、娘の未来が正しい状態に戻った、ということだな。おー、なんかバラすことなくいい感じに言ってくれよるね。絆を繋ぐものか。エンマと絆を繋ぐのは誰？エンマ様が消えた理由として考えてみるのも悪くないかもしれぬが。おい。ぬらりひょん、お前はエンマが生まれる前から大王の側近を務めていたのだったな。ならばエンマの出生について、詳しいことを知っているのではないか。エンマ様は今から100年近く前、先代エンマ大王の孫としてお生まれになった。だが、エンマ様のお父上もお母上も
私にはどうしても思い出せるのだ。なるほど。ん？なんだと。どういうことだ。それだけではない。エンマ様が生まれた日のことは、なぜかどれも記憶が曖昧なのだ。もうすでにちょっと記憶から消えかけよるってこと、うん、それもソロ泣きの術が関係しているのかもしれんな。ああ。よね。唯一私が確実に覚えているのは、あの日あの場所で、エンマ舞踏会が行われていたということだ。ああ、なんか今度参加するって言わんかった。エンマ舞踏会？次のエンマ大王を決めるっていう、あの？何？知っているのかお前たち。うん。知ってるも何も俺たち、その大会に出るつもりなんだ。俺の母ちゃんや月の姉ちゃんの魂を奪ったやつが、エンマ大王の座も奪おうとしている。うん。俺たちはそいつに勝って、魂を取り戻さなくちゃいけないんだ。あ、そっか、あのお方。なあ？消えたエンマ様、そして人間の魂、あの日の出来事と関係があるんだろうか。うん。それを突き止めるためにも、エンマ舞踏会に探偵団を向かわせるしかあるまい。もうすぐ開かれるのね、エンマ舞踏会。エンマを心配する気持ちもわかるが、我々はソロナキに立ち向かう兵を集めよう。なんか時間が経ったらヌラリヒョンもエンマのこと忘れそうやねん。あ、そうだな。エンマ舞踏会は本来、人間が出ることはできる大会。ゆえにお前たちにこれを渡しておく。え、できん大会やのに出る気満々やったん。エンマ大王の越権許可書を手に入れた。え？これでエンマ舞踏会に出してもらえるの？はぁ。残念だがそこまではできん。これはあくまでもエンマ宮殿に入るための許可証だ。これを持ってエンマ宮殿にいらっしゃるエンマ大王に、大会の参加を直談判するがいい。妖怪探偵団よ。ソロナキがエンマを消した術の正体は、我々にもわからぬ。謎に包まれている。頼んだぞ。砂みたいになったよね、なんか。だが、数多くの怪奇案件を解決してきたお前たちなら、きっと突き止められるはずだ。頑張ります。おい。行くぞ、ヌラリヒョン。妖魔怪獣に強者を集め、戦いに備えれば。ありがとう。ヌラリヒョン、カイラ様、俺たち頑張ってくるよ。ナレーション、カイラ様かな、これ。俺たちのお願い、ちゃんとエンマ大王様に話せば、分かってもらえるよね。うん。きっと大丈夫だよ。イツキやタイちゃんも呼んで、みんなでお願いしよう。のんきだな。お主ら、その前にちょっと来なさい。なになに？心強い味方が来てくれたぞい。とにかくこっちで話を聞くのじゃ。誰？俺たちに味方？みんな行ってみよう。おばばさん！俺たちの味方ってどんな人？うん。それはな。おお。俺様だぜ。お不動明王ボーイ。白虎の戦いの後見なかったけど、また出てきてくれたんだ。ねえ、おったんやね。すげえ戦いに匂いがしてきたから、俺様の出番なんじゃないかと思ってさ。ソロナキは復活してしまったが、落ち込むばかりが人生ではない、ということじゃな。あの、ちょっといいかな。君はあの不動雷鳴拳の剣舞魔人、不動明王なんだよね。ああ当たり前だろ。正真正銘不動明王様だぜ。ねえ。それじゃあ質問なんだけど、どうして妖精剣でソラナキが復活しちゃったの？そんなの俺様が知るわけないじゃん。知らねえ本人だ。なんで？知らないの？妖精剣を司る剣魔人なのに？そういうのよく覚えてねえんだよな。ま、しばらくしたら思い出さろ。なるほど。そっか、うん。ありがとう、不動明王ボーイ。よし！めんどくさい話はおしまいだ。これからは俺様がお前たちを守っているぜ。あ、いつでも呼び出せるようになったってこと？おぉ。不動明王ボーイが友達妖怪になった。不動明王ボーイ！気に入ってるね、ボーイ。あ！お前にはずっと力貸してやれなかったからさ。これからはいっぱい呼んでくれよな。ありがとう。不動明王ボーイ、これからもよろしくね。任せとけ。ソロ泣きだか嘘泣きだか知らねえけど、この俺様がボッコボコにしてやるっつーの。頼もしい。何はともあれ、いい感じにボーイが仲間になったというわけじゃな。もうボーイで浸透してんやね、ボボン。さあ、引き止めて悪かったな、おぬしら。イツキたちに会いに、過去の世界へ行ってくるがよい。うん。大変なことに変わりはないけど、仲間が増えて心強いね。ああ、そうだな。みんなで頑張ろうぜ。うん。ようやく一歩前進だ。待ってるよ、エンマ舞踏会。なんかおボボンに貼ってんのが。はっは。
そろそろ話しかけてくる頃だと思ったわい。ウォッチランクを A にしてもらいたい、というような顔をしておるぞ。あ、早速マジでいける？僕、そんな顔してました。わしにはバッチリお見通したからな。では、妖怪ウォッチランク A の試練、受ける格好はあるか？高齢になってきたオババによるウォッチのランクアップの試練。ついに A ランクの試練だ。強くなって友達も増えたし、今回の試練もサクッとこなそう。A ランクへの激闘、引き受けます。はい。受けます。うん。良い返事じゃ。意気込みを感じられるわい。ではわしが今から言う妖怪3体に勝利したら、妖怪ウォッチの改良をしてやろう。え、今回戦いだけ？なるほど。どんな妖怪かにもよるけど、3体か。わしの見立てではちょうどいい強さじゃろ。相手にとって不足なしというやつじゃ。まず1体目の妖怪は、新元町商店街による雨女じゃ。雨の時にしか姿を現さぬ妖怪での、よろずま近くの路地で見かけたぞい。天気が変わるまで、ベッドやベンチで休んでみると良いかもしれんの。そして2体目は、辰巳川端の北側、もぐもぐバーガーの近くにおるメラメライオン。3体目は桜台中学校の体育館裏におる、亡霊番長じゃ。うん。その3体ならちょうどいいかな。僕たちには頼もしい味方がいるし。そうじゃな。力を合わせれば勝てるであろう。じゃあ気をつけるんじゃぞ。油断大敵というからの、しっかり準備するのじゃ。3体に勝利したら、わしに報告しに来るんじゃろ。A ランクへの激闘発生、クエストを進めてみよう。天気が関係するんか。よーし、パパッと終わらせよう。今の俺出すなら楽勝だもんな。天気が関係する。ってことは、それまで休んでおく必要が、なんか天気予報とか見れたらいいのね。あれ、新しいの増えたん、写真。よう、ブラザー。良い知らせと悪い知らせがある。どっちから聞きたい？オーケー、まずはいい知らせだ。選択肢出んのかい。なんと、新しい写真が見つかったんだ。でしょうね。アプリに送ったから、よう、チェキラウ。あ、そこで見せてくれるわけじゃないんや。そして悪い知らせだが、追い求めるロマンが増えちまったってことだ。なんてクレイジーなんだ。何？どういうこと？レッツトレジャー！いや、説明をして。あ、そういうこと。追い求める情報が増えたよっていうこと、これで。新しいトレジャー写真を手に入れた。砂場。砂場や。なんか、滑り台があった。どこのかわからんけど。よいしょー。ほらほらほら。あ、扉の前や、扉の前。おったー！雨女、どうも。しくしく。悲しい。悲しいわ。こんな私に何か用？雨女さんにお願いがあるの。私たちと勝負してくれない？私と戦いたいのね。悲しいけどいいわよ。戦いなんて悲しいことをするんだから、あなたが泣いてもやめてあげないわ。怖い。ふふ。はい、来たー。見た目可愛いんやけどなー。声が合ってないよね。声なんか超不気味ないんやけど。よし、メラメライオン。シャドウサイドからの、メラメラ獅子号剣。そして、青龍シャドウサイド。そして、神なる大河。そして、はい、大蛇山フェスティバル。でい、なんかあれよね、夕立ちみたいな感じやった時、全然カッパーそういうの着てなかったね。回復した、回復したね。なんかそんな暗い感じの発言をしつつも、でい、怖い、怖いよ。お、追撃？何それ？え、すごい、なんか裏からジバニャン出てきたんやけど。え、あんなん初めてじゃない？はい、ウリ棒交代して。お、ってことはこれでちょっとつもれつも進撃でとどめいけるんじゃない？イエーイ、やったね。ふう、オッケー。あ、何の会話もないんや。で、あとは、桜台に中学校って言ったよね。ってことやけん、はい、桜台に中学校をワープします。
さあどこだ。はいはい、そっちね。どの辺ですか。あ、アコ A ランクのところへ開けれる。ちょっと後から開けよう。開けよう。何があるんか知らんけど、おったー。亡霊番長かな。おう。なんだお前ら、俺と喧嘩しに来たのか。喧嘩じゃなくて、私たちと勝負してほしいの。うん。勝負か。いいだろ。受けたっせ。よし。よっしゃ、来い、亡霊番長。向こうからすれば、勝負も喧嘩も同じような感じな気がするけど。おーっと、怖い。いけいけいけい。お、一番にゃん追撃。なんか追撃がよく出るようになったけど、条件はなんなんやろ。いまいち私は把握できていない。何かしらコンボが決まった時とかどういう感じなんかな。あ、白熊おいで。あーマジで、みんな変化ヒールを使えばよろしかったかしら。待って、白熊どこや。敵はどこ。いた、悪魔的カチュアギ。亡霊番長がカチュアギされるという。神なるタイガー。そして大ジャイアモンフェスティバル。いい感じ。お、ジバニャンおいで。お、来た来た。百猫立弾。てけけ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 け。いけたんじゃねこれ。まだか。まだやったわ。ふみちゃんでいこう。けけけ。はい、シーンおいで。みんなげ、あ、あれ。回復しようと思ったのに。まあいいや。番長お金持ってないな。さあ、そしてちょっとさっき見た、どこだ、あの A ランクの、ん、あ、あっちや。この辺から出れる。あ、あれやね。はい、ここを開いておきます。あ、ここはなんか、あ、そっか、まだ A ランクじゃない。今 A ランクのやりようや。次はあれよね、辰巳川端来たやったよね。おお、なんかおる、なんかおる、なんかおる。あれや、めっちゃ目立つ、きっとあれや。絶対あれや。メラメライオン、メラメライオンやたらと見かけるな。どうも、メラ、ん、何か用か人間。よし、メラメライオンさん、私たち勝負してくれないかな。メラ、勝負だ。よし、相手してやるぜ。よし、行くぜー。間違えた。間違えた。バトルスタート。なになになに、急に、急に、気絶した。メラメライオンがメラメライオンにやられるという、辛いよー。なんでやねー。あ、待って。トーマが入れ替われるっぽい。メンバー交代で、トーマ。よし、来い。ここで、ここで、憑依召喚。白虎。見たい。憑依白虎からの、霊槍牙王拳。あ、これは連打のやつや。なんかそんなに効かない。そこまで効かない。微妙だなぁ。ウリボーおいで。さあ、じゃあこれで、あとの、秋のり。秋のりを入れ。おっと、早速白虎を使っていく。タイが反撃。あー、直接召喚する方がいい感じに効くね。いい感じに効きますね。
白熊おいで。しかしやっぱりお金は少ない。さあこれで多分全員やっつけれた。いやーそれにしても今回は楽勝だったよな。なんかあっさり終わっちゃったね。このまま普通に報告してもいいのかな。大丈夫だって俺たちももう結構強くなったんだから。今回は時間操作以外はめちゃくちゃ楽やったね。まったくもう調子がいいんだから。これで A ランクにしてもらえるんか。でもやっと A ランクになれるんだから秋のりが喜ぶのもわかるよ。 B ランクがめっちゃ難しかったけんね。 A ランクすげえ簡単。まあそうよね、探偵団を結成した時はランク E だったしね。それってすごいじゃない。もっと喜んでもいいと思うな。喜ぶのはランク A になってからと思って。じゃあお坊さんに報告しよっか。ランク A やついに。おばばの元に戻ろう。痛い。よく見えなかった。おばばー。あ、いた。何時になってもそこに佇んでるのね、おばば。行ってきたよ。はい。おばばさん、妖怪きっちり倒してきました。おー。そうか、よくやったな、お主たち。あれくらい余裕だぜ。そうだね。シンも妖怪ウォッチの扱い方に慣れてうまく戦えるようになってるしね。みんなのおかげだよ。どんな妖怪だって負ける気がしないや。ちょっと俺たち強すぎかも。ケイタ君ってば友達妖怪のおかげでしょ。何か言いたげだよ。試練も達成ってことでランクアップの強化を。何追加とかありそう。そのなんじゃ、わしとしたことがすっかり忘れておったわい。ちょうど飲み物がなくなってしまっての。公園にある自販機で買ってきてくれんか。え。おいおい、そんなんランクアップが終わってからでいいじゃん。早く妖怪ウォッチのランクアップしてくれよ。ランクアップした妖怪ウォッチ早くつけたい。みんなのわがままが。ケイタくん、そんなこと言わないで買いに行こうよ。そうだね、家から近いし。ふみちゃんの言うことなら何でも。え、変わり身早。買いに行くの。それじゃあ飲み物を買ってきますね。おばばさん、何がいいですか。うん、この霞台にある公園の近くの自販機で葉緑茶を1本買ってくるのじゃ。え、買ってくる場所も決まってるの。別にどこでも同じなんじゃ。霞台にヨロズマートは少し距離があるからの。少しぬるくなってしまうじゃろ。それじゃあよろしく頼んだぞい。今私が持ってるやつじゃダメなの。持っとるかどうか知らんけど。葉緑茶持ってますけど、これじゃ29もある。これじゃダメなん。おばばさん急すぎない。買い物なら後にしても。ダメだよ、すぐに済むことなんだから後回しにしちゃダメよ。うん、良いか、葉緑茶を買うのは霞台の公園の近くにあるよ、自販機じゃ。キンキンに冷えた葉緑茶が飲みたいからの。早く買ってくるのじゃ。小学生の時でも同じやりとりしてる。やっぱり決まっとるみたいだね。そこのじゃないとダメなのか。ここは一体どこかしら。霞台の近くの公園の自販機で買う葉緑茶。ここね、オッケー。なんだか嫌な予感がするけど、葉緑茶を買ってみようかな。何、なんか出てくるの、もしかして。妖怪なんか仕込んどったってこと。自販機来たえ、あれやん、私ここでさ、なにこれ、どうなってんの。自販機の妖怪。白熊おいで。戦うしかなそうだね。相手の動きに注意しよう。いや私あれやん、なんだった、前戦ったやん自販機普通に。あー気絶した、ふみちゃん。ふみちゃん、つらい。いけ、追撃ユリ棒。いけ。お。今のやっつけれた雰囲気やったやん、めっちゃ。あ。痛いよ。いい。
どういう時に追撃が出るんだ。ああ、怖い。何周り全部違うか。あ、怖い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 。ああ、白熊が来た。待って、ウリ棒おいで。よし、オッケー、いいぞ。ちょっとつ猛烈猛進撃。いけ！てぃー。ちょ、なんか他にも。お、白熊。白熊グレートか。からの悪魔的ガチョアゲー。あー、グッドの男を見せてしまった。くっそー。そして青龍シャドウサイド、神なる大河、パーフェクト。よし、このアイテムをお風呂。ドローンくん、よろしく。いや、もう大丈夫よ。もう必要ないよ。仕込んどったんかな、やっぱりおぼぼが。葉緑茶を手に入れた。お金入れてないけどもらえちゃったな。戦利品ってことでいいのか。いいんだいいんだ。っていうか、さっきの妖怪もしかして A ランク妖怪の自販機。自販機って A ランクなんや、マジで。知らんかった。なんとか勝ててよかったな。すっごく疲れたけどさ。よし。さて、おばばのところに戻って葉緑茶を渡さないとな。おばば、はい、これ頼まれてた葉緑茶。オッケー。おばばに買ってきた葉緑茶を手渡した。おお。買ってきたか。待っていたぞい。じゃが見たところ、お主たち疲れておるな。この葉緑茶をお主たちに返すぞい。おばばから葉緑茶を返された。30個目か、自販機と戦ってまで手に入れたのに。もしかしてあそこの自販機に妖怪がいるのを知ってて僕たちに向かわせたんですか。おいおい、ちょっと危ないだろ。まさか妖怪がいるなんて思わん。なに、たるんでるわ。確かにお主らは友達妖怪も増え強くなった。しかし、しかしじゃ、すべての妖怪は必ずしも有効的ではない。いつ空泣きを襲ってくるかもわからんのじゃ。油断をしておると足元を救われるぞい。わしはランクアップの作業に取り掛かる。しばらくそこで待っておれ。雨の中。妖怪ウォッチのランクが A に上がった。これでやっと A ランク。うん、ほれ、ウォッチランク A にしたぞい。あの、おばばさん、私たち。何？その。そうじゃな。言わんでもよい。わしの言葉がお主たちに届いたようじゃな。反省したんか。先ほどは厳しい言い方をしてしまったが、お主たちの強さはわしも認めておる。お主たちが努力して強くなったこと、ずっと見守ってきたのじゃからな。おばばさん。よいか？ゆえに、強くなったからと気を緩めてはならん。それは自信ではなく甘えじゃ。ごめんよ、ババ。俺、気が緩んでたよ。僕も剣魔術の力を使えるようになって、ちょっと浮かれてたかも。ありがとうございます。おババさん、私たち目が覚めました。気が引き締まった。お主たちならきっと大丈夫じゃ。なんと言ったって、わしの自慢の孫と、その孫の自慢の友達なのじゃからな。秋成の親ってどうなったよ。激闘をバッチリ解決。ふう、これでようやくウォッチランク A やったね。5つ星コインやったやん。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てかあれやね、時間変更して雨が降り出してからずっと降りよるね。